失礼します。あの支配に今のりこちゃんから明日から予想に移るって電話が。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。 でもこれからどうすれば。ったく、落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたら、そうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。 そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ。望みをうちに引き抜く。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことはどうやって。夜の世界は弱肉強食。 怪我せんかった？ああ、さっきはすまんかったな。もう酒はほどほどにしとくわ。ほんま、ありがとう。お客さん大丈夫？あ、これじゃない。じゃ。 何やって？ Thank you.
そうじゃ。
いらっしゃいませ。ああ。すんません。ただいま満席でして。少々待っていただいて。かまへん、待つ。ほんますみません。そしたらこちらでお待ちください。ああ、そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。大変お待たせ。べっぴんさんが来たな。おおきに。ほな、とりあえず。はい。こっちお願い。それにしても。この店は可愛い子が…そう…ほんなら…せやな…ほう…ちゃいます…やめる…な…うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも…競争が激しいっちゅうことか…せやけど、そない中でも人気あるこっちゅんは…そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時。そののぞみっちゅ、のぞみさんですか。まあ真面目。そのお客さんの中にはせやからうちらそないな人、のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから。名実ともにトップ。あーせやけどこの前は、あ、今の内緒にして。安心しいや、誰にも言わへんて。今日はまたえらいこ、まあ年末。ほう、そうやったんか。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負け。なんやそら。自分とこが儲かっとれば。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへん。正直なんぼ同伴したって上…ほう、なるほどな。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん。ようこそおで。これはこれは山形はん、オデッセイの試合に自らおいで。すまんの。お目当てはのぞ…さすがは…あんたの方は随分と…そないなことせんでものぞみに会いたきゃよ。そないなことしても俺が説得しに来たんは…私を？あんた今のオデッセイに危機感を覚えてて…ほう…俺が見たところこの店今はそれでもええが、
今後もっと売り上げうちは在籍100名を超える大箱です。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばが、さらに言えば今いる客層も決して良くはない。金持ちのたまに若い客が来ても店の雰囲気に馴染めず、なかなか常連にはなってくれへんのとちゃうか。まだある。実は今オデッセイはし根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあったよう見てはるな。店内の教育もごっつう厳しいらしいじゃないか。ホステスのレベルを高く保てている反面、バイト気分の女の子はすぐ辞めてしまう。人数は確保したいが、そうは言ってもホステスの品質を下げるわけにもいかん。悩ましいところやな。確かに今そういう悩みがあるのは事実ですわ。ま、賢いあんなるほど。コジ、オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろ。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵っ子。ああ、倉庫をし揃った証拠。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでええな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。好きにぜや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お願状頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しい。わかりました。お疲れ様です。
のボケ。少し荒っぽくいきます。
おう待てや、真島。ああ、誰やお前ら。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金が欲しいか。
客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ま、試しにやってみてもええけどな。お前らの言う通りや。あ？お客様は神様や。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。カマやってまえ。何なんやお前は。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証すんぞ。お客様は神様やからな。この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟